ツルツルスベスベなお肌になれるボディーソープを4種類購入したので紹介してみました。実際に全部1回ずつは使用したんですけれども、泡の感じだったりとかをお伝えできればなと思うので、参考になれば嬉しいです。ではスタート。はい、では早速紹介していきたいんですけれども、泡の感じもお伝えしたいなと思ったので、今回は1個ずつ泡立てていきたいと思います。じゃあまず左から泡立てていきたいと思います。まず最初はこちらのバウンシアのボディーソープを泡立てていきたいと思います。アットコスメ第1位のヤバ泡ということで、こちらすっごい泡がもっこもっこにょ、泡がすごいモコモコの、本当にヤバ泡っていうだけある泡になるので、早速泡立てていきます。はい、こんな感じの泡なんですけど、こう伝わらないんですけど、すごくポフポフってなるんですけど、めちゃくちゃ滑らかです。こちらすごい滑らかで、私はすごい一番好きな香りですね。香りもすごくいい、ホワイトソープの香りなんですけど、すごいいい匂いで、しかもこのね、滑らかさがすごい病みつきになりますね。私はこれすっごい好きです。バウンシアのボディーソープおすすめだよって言ってくださった方がいて、調べたら結構人気だし、アットコスメ1位も取ってるので買ってみたんですけど、実際使ってみてすごく滑らかな泡なので、体洗うのも楽しくなる感じですね。ここまで泡が滑らかだと、こう肌に塗ってた感じもなんか、わーすごい滑らかみたいな感じで、滑らかさがすごいんですよ。スベスベするお肌を目指してる方はね、おすすめです。じゃあまずこちらがヤバ泡でした。続いてこちらの肌からになります。これも結構どこの薬局にでも売ってるぐらい人気なのかな。こちらもおすすめしてくださった方がいたので使っていきたいと思います。これはあの泡で出てくるタイプなので、ネットいらないですね。こんな感じです。すごいなんかこの肌触りが軽くて、これはさっきのバウンシアに比べてすごい泡がすぐ消える感じですね。こんな感じで、もうモフワっていう感じのモフモフな泡で、ずっともっこもこしてるっていうよりかは、こんな感じで溶け込む感じですね。でもこう触ってる感じはすごくツルツルしてる感じがします。泡で出てくるので、泡立てるのが面倒な方はすごくおすすめですね。香りもいい香りなんですけど、一番好きなのはやっぱりダントツでこのバウンシアの香りが好きですね。もし気になる方は買ってみてください。続いてニベアですね。ニベアのボディーソープは使ったことあるかな。このエンジェルスキンっていうタイプのものが人気ということだったので、こちらを買ってみました。天使の柔肌って、もうめちゃくちゃすごい良くないですか。天使の柔肌目指していきたいと思います。角質オフと保湿で、ヨーグルト美容成分が入ってるらしいですね。サボン&ブーケの香りです。ではこちらも泡立てていきます。これもすごいいい匂いなんですよ。はい、泡はこんな感じですね。軽いんですけど、泡がすごい、こうなんていうの、ちっちゃい泡がすごいある感じで、こう肌に吸い付く感じがする。わかりますかね、このこう肌にこう角が立つの、わかりますかね。肌に吸い付いて滑らかに洗い流してくれるみたいな感じですね。こう肌にこう伸ばした感じが、一番これがこう密着してくれてるみたいな感じがあるので、すごい洗わさる気分にはなるかなって思います。さすがニベアですね。やっぱりなんか保湿されてる感じがすごいありますね。こんな感じで
なんかすごい滑らかですよね。続いて最後は今お家で使っているこちらのレイビーボディシャンプーになります。めちゃくちゃ大きくて、これマレーシアのものらしいんですけど、敏感肌におすすめのボディシャンプー、敏感肌におすすめのボディシャンプー部門1位ということで、これを私おすすめされた時にこんなのどこに売ってんだろうって思ったんですよ。このなんかちょっとおしゃれな感じ、海外のものなのかな、どこで買えるんだろうって思ったら普通にホームセンターで買えましたね。でこんだけすごく大きくって1000円しなかったです。なので今はまずこれから使い切ろうと思って家族でみんなで使ってるんですけど、シルクみたいなツルツル肌になれるっていう風におすすめしていただいて購入したんですけど、こちらをちょっと泡立てていきますね。これはねなんか甘い香りがします。最初甘い香りがするんですけど、洗い流したらそんなに体にずっと残る香りじゃないので、私みたいになんか体に甘い匂いがついてこう酔うみたいなことはないので、この状態で甘い香りでも私はあんまり後々嫌な感じはないですね。一気にこんなに4つもボディーソープ買うことなくって、違う種類でしかも、なのでしばらく私の家はボディーソープ買わなくていいですね。こういう感じの泡です。で結構軽くて弾力がこうポフ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 ってしてます。で滑らかさはこう撫でる感じはすごいツルツルしてます。で洗い流してもあの肌がツルってしますね。シルクのような肌に慣れてるかはわからないんですけど、でも軽いんだけど滑らかな感じのボディーソープで、このね滑らかさがすごい好きですね。何の匂いって言ったらいいんだろうな。これヤギ乳のボディーソープなんですよ。聞いた時にねちょっとびっくりしたんですけど。はい、というわけで今回は視聴者さんがおすすめしてくださったりとか口コミでも高かった肌がツルツルになるボディーソープを4種類紹介してみました。あの動画だけだとやっぱり泡だけで伝えるのは難しかったんですけど、一番洗ってて楽しいのはこれですね。なんかすっごいモコモコの泡で、もう本当にここに書いてる通りヤバ泡になるので、洗ってる時とか泡立ててる時もすごいモコモコで気持ちいいっていう感じなので、なんか楽しいのはこれですね。で香りも一番これが好きです。でも洗い上がりで言うとニベアの方が保湿力は高いなって思いました。これはもともと泡でできているので、こういうものに比べるとすっごいモコモコ泡になるわけじゃないんですけど、泡で出てくれてるのですごく便利ですね。あの忙しい日っていうか、もうお風呂入るのめんどくさいけど体洗うっていう時とかはすごいいいと思います。でも保湿成分が洗い流されないっていうことなので、これはね結構時間ない日とか保湿成分が洗い流されないってことなので、ボディクリーム塗るのも嫌だっていう人とかにはいいんじゃないかなって思います。でこれもすごく大きくってたくさん入ってるし、ツルツルなお肌になるので個人的には好きですね。でもやっぱり洗ってる時に楽しくって香りもいいのはバウンシアなので、もう一回リピ買いするならどれって言われたらこれを買うかなって思います。でもどれも全てそれぞれいいところがあって、あこれは牛乳石鹸さんから出ているもので、これもライオンさんから出てて、これはニベアさんから出ていて、でこれだけまああまりね知られてないメーカーではあるかもしれないんですけれども、こう原産国がマレーシアのものでかなり量が入っていて、ふわふわ優しい泡が心地よい香りとともに肌に潤いを与えますということで、クレオパトラも愛用したというヤギミルクで透明感あるしっとりしたお肌にってことなんで、透明感っていう言葉にねやられますよね。ちょっとぜひ気になる方は買ってみてください。もしねこの4種類とかを使ったことある方で、それよりもっとツルツルの肌になれるよっていうボディーソープがある方はね、ぜひ教えてもらえたらなと思います。私も買いたいと思います。でねボディーソープなんですけど、手だけで泡立てたら今すごい手がツルツルになりました。なのでずっと使ってたらね、もちろんツルツルなお肌になれるかなと思うので、
ね、今ねあんまりお外に出れないですけど、お風呂の時間とかねちょっとでも楽しめれたらなって思います。ではバイバーイ。バイバーイ。